イスラエルとイスラム組織ハマスが27日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘休止を2日延長することで合意したと、仲介役のカタール政府が明らかにしました。イスラエルとハマスは当初、24日から4日間の戦闘休止で合意していましたが、27日に最終日を迎えていました。 イスラエルでは、帰還した人質の家族などから人質全員の奪還を要求する声が高まる一方、壊滅的な打撃を受けたガザでは、ハマスへの批判が広がり、双方が圧力を受け、2日間の延長合意となりました。また、イスラエル軍は27日、ハマスが人質11人を解放し、赤十字に引き渡したことを明らかにしました。一方、アメリカの NSC、 国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は戦闘休止の2日間延長を歓迎すると述べた上でバイデン大統領が仲介役のカタールの首脳と連絡を取り合意に向けた交渉に深く関与したと述べています。